こんばんは、作曲家のコオロギです。今日は自己紹介をしていきたいと思います。動画ではね、今まで自己紹介してこなかったので、ここで一旦自己紹介をねしとこうと思います。2020年4月末時点での自己紹介になります。まず僕はメインは作曲家として活動しています。事務所には所属しておらず、フリーランスです。音楽専業になって6年目ですね。仕事の内容は舞台とか CM とかゲームとか YouTuber の方の音楽の制作を請け負ってます。あとドーバシンドロームという楽曲配布サイトで無料で楽曲を配布してたり、オーディオストックという楽曲販売サイトで専属クリエイターとして活動してます。あとはね、コオロギさんちっていうブログをやってて、機材のレビューとかオピニオンとか、あとね制作事例の紹介なんかはしています。あと制作の裏側なんかはノートの方で書いてます。あとまあ Twitter をやってるぐらいですかね。 YouTube はこのチャンネルとは別に音楽専用のチャンネルがあります。仕事の内容としては小さかったり中くらいの規模のプロジェクトが多いですね。基本的には僕一人で完結させるんですけど、その予算に応じて人を雇っていくっていうスタイルにしてます。で、実績としてはちょっと長くなるんで、リンクをね概要欄に置いておきます。仕事だと内容に応じたサウンドっていうのをその都度その都度作っていくんですけど、いろんなジャンルを個人的にね作りたい音楽っていうのは基本的にインストで、まあ、歌なしですね。劇版よりは BGM っぽい感じの、あんまり展開がない感じの音楽で、ファンタジーで暗くてかつポップなサウンドっていうのを目指してます。で、壮大じゃなくてコンパクトなサウンドの方が好みですね。あと楽器をたくさん重ねてふわっとしたサウンドよりも少ない音数でテクスチャがはっきりしたものの方が好みです。まあ、クラブ系みたいな派手なサウンドよりもシンプルでナチュラルなサウンドの方が得意かなとは思います。あとはややコミカルな感じですね。どっちかというとあんまり速くなくてゆっくりしたものとかミディアムテンポぐらいのものの方が得意です。ジャンルとしてはハロウィンとか和風とか日常系とか BGM 系、まあ要するにバックグラウンドミュージックって言われるものが多い。ちょっと前まで DTM、 いわゆるコンピュータミュージックと言われるもので、音楽を作るっていうのが制作の中心だったんですよね。いわゆる打ち込みって言われるもので完結させて納品するっていうのが僕の作業の中心だったんですけど、最近は生楽器をたくさん入れて、その自分で演奏したりして曲の中にね入れていくっていうことにハマってます。持ってる楽器は尺八、シュノブエ、ティンホイッスル、リコーダー、脳幹、流笛、びっくりチキン、カグラの鈴、シェイカー、エレキギター、ウクレレ、アコースティックギター、クラシックギター、フレットレスエレキベース、ウクレレベース、トランペット、バイオリン、フルート、クラリネット、鍵盤ハーモニカ、三味線、アップライトベース、アコーディオン、カホン、鍋と、こんな感じの楽器を持ってます。生楽器めちゃくちゃやっていこうっていうのもこの YouTube を始めたのと同じくらいの時期で、それでねこのブースの中もかなり色塗ったりして、こっちの方にね吸音材を貼ったりして整えました。で、この YouTube やってる目的なんですけど、まあ最初は割となんとなく始めたんですけど、最近はまあ僕のことをね、僕のね人となりというか、まあどういう人間なのかっていうのをよく知ってもらおうっていうのと、音楽業界以外の方にも僕のことを知ってもらおうっていう目的でやってます。音楽業界以外の方にも知ってもらおうと思ってるので、まあなるべくなんか音楽制作のマニアックな話っていうのはそこまではしないようにはしてますね。まあでも結局音楽のことが好きなので、やっぱり音楽の話はしていくとは思います。とりあえずワンテーマでね一本ずつお話ししてあげていこうかなと思ってます。で、 YouTube をやる中で自分の世界っていうのを表現するための実験もしていきたいなと思ってます。このチャンネルで使ってる音楽も僕の音楽だけにしてるんですよ。王道の明るい音楽をつけなかったりとか、まだ効果音とかこれからちょっといろいろ実験していこうかなとか、あとちょっと照明入れてみたりだとかして、そういう風にちょっと実験もねいろいろしていきたいなと思ってます。というわけで小中規模のプロダクトだったりとか、ハロウィンとか和風とか、あと日常系とかの音楽が欲しいなって思った方は僕の音楽を使ってもらったりとか、あと依頼とかも検討していただけると嬉しいなと思います。ではまた。